Minasan, konbanwa. Hello everyone, I'm Diana, the foreign language reporter. We are broadcasting live from Popul Studio in Shinjuku, Tokyo. Mopel.jp introduces Japan subculture to the world. Please feel free to access the site at any time. Hola a todos, soy la reportera Diana. Estamos transmitiendo en vivo desde el estudio Popul en Shinjuku, Tokyo. Pueden acceder al sitio en cualquier momento. Bueno, vamos a comenzar el show. Come on, Tokyo Shock Boys!風、嵐のように。あれを爆弾低気圧。誰が言ったの？誰が名付けたの？爆弾なんとか。誰なんだろうね。いい名付けだね。そう。ゲリラとかね。ゲリラ豪雨とかさ。その影響で3万件ぐらいがまだ停電になっちゃってたりとかしてるでしょ。え？どこで？東北の方が。あ、そうなの。災難だね。災難だよね。本当に。なんかこう、なんていうんだっけ、傷ついたものをさらに追い打ちをかけるっていうのは何て言うんだっけまあそれで十分伝わったからそのままだよ気づいたら違うコーナーだったあ、俺だこれ誰これ弟そっくりね弟そっくりだけど僕ですねこれ牛丼大学に入学した時ですえ、この頃から日の丸は心に持ってたまあね、まあこれは僕ですね。これ僕です。いくつぐらいの時これ？18ですね。18? な、18っていうと大学生か？いや、そうですね。大学生になる時だと思う。大学どこだっけ？関東学院大学。関東学院大学。ハリケーンズ。そのピンクのソファーみたいなのはどういう趣味なの？これね、俺の部屋じゃねえんだよこれ。後ろに天下かなんかないか？これお姉ちゃんの部屋じゃないの？どっかの。え？どっかのお姉ちゃんの部屋。男の部屋じゃないよ、ね。男の部屋じゃないよ。いやそん。これ、まあ、じゃ男の部屋だったら逆に。あこれこれ。あこれ何？うわあ。これ。これサモ自分の車に乗ってるけど。絶対違う、どっかショールームに飾ってあったような僕の車ですよ。違うよね。ポルシェポルシェポルシェ、タンクトップを中に入れてそうタンクトップの中に入れて中に入れて、あ、ひげは生やしてですよ。これ右側牛丼だよね。左が俺ですよって言っちゃった。右側が牛丼で、はい、男前だよ ね、 だね。何やってた頃これは。これはね、これは多分初めて海外に行った時だ。男初めて。そうそうそう。リアナ男前でしょ。ハンサムでしょ。ハンサムで。日本人っぽくないね。そうそう、これですね。実はグアム島に行ったんですよ。で恋人同士だよね。ガム島にね、あの日本兵のさ骨をとなんかね、こうそういうやつやろうって言ったんだけどね。で現地でね、チョモロ人と間違えられちゃってさ、ね、まだこの頃は応援団の入院はしないね。でももう応援団なんだけどね。これ応援団の1年生か2年生の、髪の毛が伸びてる。カミングアウトした頃だよね。2年生ぐらいが。なんでそっちやん。応援団っていうのは仲良さそうにピース、応援団っていうのは坊主頭しなくていいんだ。いや、だからちょっとね、これ休み期間でちょっと伸びてんだよね、多分2年生だ。随分長いこと休んでねえよ。はい、うよちいしで成長気分でゴーインゴーイン。ゴーインゴーイン、ゴーインゴーイン、笑って泣いて笑って市場バトラー、いつも市場で。疲れちゃう、サーボー
れるよ。なんかこう、例えば、はい、セクシーポーズとか。わかりました。やります。はい。はい。お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 。からの。か。お。き。お。お。いや、あの笑いは取らなくていいんだよ。おいちうわーい。皆さん、皆さん、皆さん、ネットの皆さん、からの、からの、からのセクシーキャラじゃないんで、ちょっと遠慮しておきます。さらにさらに、あっちゃんもちょっとハグキキャラなんでセクシーじゃないんですよ。からの、最後大変だぞ。もう持って持って、最後大変だぞ。持って持って、いや、私姫キャラなんで、ちょっとそういうの無理なんですけど。からの、からの、からの、仕方がないよ。いらない、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 それいらない。はい、はい、ウニ、ウニ、わーい。はい、今夜もやってまいりました、旦那小柳の今日のおすすめ天ガーのコーナーでございます。私が普段愛用してます素敵な大人グッズのご紹介でございます。今日私がご紹介しますのはこちらでございます。前回に引き続き天ガーの 3D でございます。快感のオブジェと言われているこの 3D、 なんと天ガーさんのこの 3D シリーズが2012年のドイツで、ドイツレッドドットデザイン賞、1950年から始まっている歴史あるこのレッドドットデザイン賞というやつに、なんとこのテンガ 3D シリーズが選ばれたわけでございます。こちらをこのように挿入するわけです。このテンガ 3D ポリゴンは、なんとよく見てください。このもう一回ひっくり返しますね。このつるっとしたこちらでございます。このつるっとした表面とこの隆起したエッジによるコリコリっとした刺激で快感を得るという代物がこのポリゴンでございます。ちなみにちょっと触ってもらえますか。はい、こういう感じです。このここがつるっとして突起、滑って登って滑って登ってっていう、わかりますか。はい、これをひっくり返すと、この状態でひっくり返しますとこういう状態になりまして、今の突起でこの山みたいな突起をエッジを登って滑って登って滑って、こういう繰り返しです。コリコリっとした刺激を与えてくれるという。ちょっと手を入れてもらっていいですか。え、手を指ですね。あ、じゃ、いやいや、入ろうと思えば入りますよ。じゃあそっくりでグーで、グーで、指だとちょっと小さいんで、はい、こんな感じで、はい、いいですか。はい、こんな感じです。どうでしょう、どうです。うわ、ディアナの手がすっぽりでございます。小柳さん、小柳さん、はいはい、今ネットの方で大騒ぎですよ。はい、そうです、小柳さん、あんだけさっき真っ青だったディアナが赤くなってます。はい、はい、じゃあちなみに今夜は、成田にもちょっとこう手を、はい、はい、はい、いやだよな、それ。はい、手袋じゃん。いや、いや、いや、男の人にはね、成田ぐらいの手を持ってる人がいるわけよ、実際ね。そのちょっと今危ない発言でしたか。こういう感じになるわけです。でもすごく気持ちいいです。これ指一本だと、女の指の一本だといまいちこの良さが感じないんで、女の子は手を入れると男の人のものと同じぐらいのサイズなんで、はい、こんな感じ。はい、ただいま旦那小柳さんにご紹介いただきましたテンガ 3D ポリゴンは、ランダムな三角形の多面体によって構成された彫刻のような美しさ。三角関係にお悩みのあなた、テンガポリゴンでたくさんの三角と触れ合ってみませんか。テンガ三角形、テンガ三角形、テンガ三角形。さて、そんなかっこいいテンガ 3D シリーズですが、世界最大級のデザイン賞であるレッドドットデザイン賞を受賞しました。世界から認められたデザイン性とクオリティ、ぜひお試しくださいね。今回のプレゼントは
テンガ 3D ポリゴンです。いや、結構嫌だ。応募方法はハッシュタグシャープ電撃アンダーバーテンガをつけて、テンガ 3D ポリゴンが欲しいとツイートしてください。締め切りは来週水曜の23時59分までです。ちょっと危ないから、マイク貸してもらっていいですか。はい、モト君は最初にまずこの前のドイツで行われた世界選手権の BMX の世界選手権の様子を先に見てもらってから説明しましょうかね。まずは先にかけてください。どうぞ。From Japan, our thoughts go out to Japan. All the chaos that broke the heavens in Japan. But Miku, the next person, Kato Sasaki from Japan, make some noise, come on! Oh, oh, すごいすごい。Whoa!釣り橋をこれで渡りました。はい。これ危ないぞ。あ、ブレーキ危ないから、ね。危ないからね。おお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 。危ないや。上が危ない。おい、あれはできるかもしれないね。ねえ。世界一の技。ええ。この場所で、この狭い場所で、この場所で、見逃すなよ。あ、これは世界一の技、地味だなおい。あ、おお、おお、これすごいよでも。え、何をしてる？おい、皿回してるぞおい、言うぞ。あ、すげえ。お、すげえ。もう一つ。一瞬、一瞬なんですけど。わあ。うん。すいませんね、狭くてごめんなさいね。おお。おお。あ、ありがとう。すげえ。すごい。やっぱりね、
気持ち的になんか世界一を目指してるというか世界一になった男というのはなんかいいよね。いいね。ね。やっぱいいね。やっぱちょっと。やっぱもう世界一だ。まだ25歳だよ。先日3月の、世界戦一発目 の、 あのカナダ大会優勝して、これです。あのカナダ大会優勝して世界チャンピオン。あさって全日本選手権の名古屋があさってあります。名古屋の、オアシス21っていう場所であさって大会があります。お近くの方ぜひ見に来てください。名古屋ですね。はい、ブログも遊びに来てください。はい、名古屋でも流れてますよこの放送は。アクセス少ないけど。ありがとうございます。はい、じゃあ佐々木元くんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。いいもの見れました。ありがとうございました。いいもの見れたぜベーベー。ということで、はい、終わりです。あ、終わり終わり。告知ありますか。告知、あ、はい、次回はどうぞ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 。皆さんもぜひステージまでお上がりください。さあ、はい、きっと考えてるよ。それではですね、次回締め、次回は4月19日、はいはい、夜7時からの放送になります。ぜひスタジオにも遊びに来てください。詳しくはホームページをご覧ください。サンゴさん投稿映像も待ってますよ。はい、番組に参加したい方もこちらお願いします。これ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 、よろしくお願いします。あ、はい、いただき、それで、ね、はい、じゃあ、じゃあ最後に一言なんか言ってくださいよ。じゃあね、一番じゃあ彼女に、はい、最後の一言お願いします。何を言えばいい。何でもいいです。皆さん、季節の変わり目なので食べ物、いいもの食べましょう。よし、いいコメントでした。はい、ありがとうございました。次回は4月19日よろしいからになります。すごい、ありがとうございます。